いですね、春本さん。え、明日？まさか知らないわけじゃないでしょ、明日が何の日なのか。何の日だっけ。2012年5月21日、日食が見られる日ですよ。あ、そうか、日食ね、知ってる知ってる。んで、日食がどうしたって？全然興味ないんですか？ただの日食じゃないんですよ。金環食だべ。このぐらい知ってますよ。同じ場所では数百年に一度しか観測できないとか。何時頃見られるんだろう。ですね、日食が始まるのは朝の6時19分、終わるのは9時4分。その中で月がすっぽりと太陽に収まるのは7時35分前後みたいです。あ、つまりその7時35分前後が金環食の時刻になるわけだ。そんなことないですよ。年末には例のビッグイベントだって控えてますし。ビッグイベント？マヤの終末予言のことです。25,640 年もの膨大な長さを持つマヤ文明のロングカウントカレンダー。そのカレンダーの終わりの日が2012年12月。何をやってる、ナルミ。あ、ボスじゃないだろう。監視の問題じゃない。何をやってると聞いてるんだ。ここをどこだと思ってる。今日は非番だったかな。残念だが俺が殺されることはない。もう現場に足を運ぶことはないからな。ああ、そうかもしれんな。お前がお茶組担当じゃなくて本当によかったよ。
してる？ラジオを聞きながら。そうか。じゃあもしも仮に捜査の重要参考人から一刻を争う緊急の連絡が入ったとしても即座に対応できるってわけだ。教えに来てやったんだろうが。
返事ならしたはずだけど。